開始で、これは通知を送信するで、うん、送信する。プッシュ通知。はい、ツイキャスの皆さん、こんにちは。FM ギノワンから幸せ菌のしおちゃんがお届けしております。始まりました。新しいラジオ番組です、皆さん。公開収録なので、放送は10月の7日月曜日。あ、高尾さん、こんにちは。初ですね。そうなんです。インスタライブと同時配信しています。インスタライブでも高子さん見てたんですか？あ、わかんない。ではないですよ、ね。うん、ではない。ではないけど。そう。あ、インスタライブもたくさん来てくれています。やっほっほー。幸せ菌のしおちゃん。はい、ラジオ始まりました。でもまだスタートしてないんですよね。はい、はい、じゃあ今からスタートします。はい、今から大丈夫ですか？大丈夫です。行きまーす。ちょっと音楽を。音楽ね。どれくらいか。あ、OK。じゃあ、これでいきますね。はい、いきまーす。じゃあ、いきまーす。始まりました。今ね、トップオブザワールドが流れています。あ、頑張って、ありがとう。たーたたたー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 。あ、ちょっと待ってくださいね。うん。Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be.ちょっと待ってって。はい、OK です。OK。ちょっと、もう一回、最初からいきます、ね。はい、もう一回ね。じゃあ、最初から参ります。じゃあ、もう一回、最初から。はい。いきます。うん、公開ラジオ収録を行っています。タンタタン。はい、幸せ菌ちゃんのセルフラブライフ始まりました。パチパチパチ。もう時刻は午前7時を回りました。はじめましての皆さんもいらっしゃるかと思うんですけれども、この番組は地球上でたった一人のあなたへ、あなたへ、あなたへ、ありのままの自分を大切にして一緒に心の幸せを育てていく番組です。ミキサーをね、務めてくれるのはまなみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして私はパーソナリティを務めます。幸せ菌のしほちゃんです。どうぞよろしくお願いします。で、この番組はね、メッセージも募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリ、リスンラジオ、または、マイチューナーラジオで FM ギノワンを検索してみてください。イエーイ！ありがとうございます。インスタライブとね、同時に配信していて、収録放送をしています。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんはの方もね、世界いろんなところから多分、ね、聞いてくれてると思うので、春日はも言っとこうか。しおちゃん、あゆみちゃん、皆さん、おはようございます。あ、まなみちゃんか。あ、そうそう、ね、カープボーイさんか。うん、カープボーイさん。はい、はじめまして。かわいい声ですね。すっごい雨降ってきた。本当ですか？そうなんですね。そう、今、宜野湾市は雨が降っているそうです。はい、ね、収録してる、うん、月曜日なんですけど。うん、はい。はい、そうなんです。外がね、見えないので、皆さんがこうやって教えてくれて、天気がわかる感じなんですけど、うん、ありがとうございます。あ、もう超嬉しい。いよいよ始まりました。そう、きっかけはね、FM ギノワンさんで、ラジオをされているゆうゆうちゃんとか、また、いっこうさんとかの番組に出演させていただいて、それをご縁でね、
ラジオを始めてみようかなって、ラジオやった方がいいよって言われたから、うん、あ、じゃあやろうかな、みたいな感じで。そう、だからそこからトントンと行きました、ね。うん、そうですね、うん。なんか人にね、いいよって言われたら、ちょっとやってみるタイプなので、そう、私、ふっかるな感じなんで。はい、そうなんです。なので、こういった形で、ちょっとラジオが始められて、うん、とっても嬉しいです。ありがとうございます。で、収録はね、行って、放送はね、月曜日の朝、お届けする予定ですので、ね、今、実際ね、聞いてらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、月曜日、ね、朝、なんていうのかな、やっぱ、うん、なんだろう、ちょっとね、せわしい土日を過ごして、はい、はあ、月曜日来た、みたいな、ね、なりがちだけれども、志保のラジオを聞いて、元気にね、職場に行ったり、元気に登園送り出してあげたりとか、してほしいな、と思って。そのラジオをね、やっぱ月曜日の朝に届けたいなって思って始めました、はい、ね、このラジオだから今聞いてる人はもしかしたら通勤中かもしれないし、うんうんうん、ね、この準備してるかもしれないしそうっていう感じ、うん、子供たちとね朝ごはんバタバタしながらね聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、ね、ツイキャスの方はね今なんかタイムリーでね聞いてくださってるので、うん、ね、でもね、どんな時間でもどんな方にも届けられるようなね、うん、そんなラジオにしていきたいなって思っています。はい、ちなみに志保さんはいつも月曜日の朝、うん、何をしてますか？月曜日の朝はとにかく荷物が多いんですよ。保育園、子供がね、あの4人いるので、まず保育園のこのなんだお昼寝バッグが朝から2台3台か3個分あるので、それをガッて担いで登園してね、赤ちゃん抱っこしてみたいな感じなので、結構バタバタな朝を過ごすんですけど、昨日はちょっと夜が遅かったのでゆっくり起きようと思って、自分もゆっくりでいいやと思ってね、うん、今日はゆっくりみんな起こして、よんなよんな出た感じゆっくりゆっくり出た感じ。余裕を持てるといいですよね。そう、そう、余裕持つにはやっぱりなんだ、朝早起きするのが一日ね、余裕を持って過ごせるかなっていうのはちょっとあるかな。今日はもうわざと遅く起きるって決めて遅く起きたから、もうそれなりにパタパタするのは、そうそう、もう分かってたし、子供たちが保育園行きたくないっていうのも、うんうん、分かります。行きたくないね、もっと遊びたいよねっていうスタンスで見守れたっていうのも、そう、もう遅く起きるって決めたから、今日は過ごせた感じ。うん。あ、カープボーイさん、週末は台風どんなかな、心配だな。民謡は秋末に、はい、週末に中止に、週末ね、ああ週末ってそういうことね、はい、あ、そうそう、カープボーイさんは、うん、目が見えなくて、あ、そうなんですね、音声入力でやってくれて、うん、あ、なるほど、そうそうそう、すごいすごい、ありがとうございます。じゃあね、耳でね、私の声が伝わっていてすごく嬉しいです、うん、ね、なんか可愛い声ですねやったありがとうございます、はい、いいですね。なんか、この、私、絵本で、見えるとか見えないとかっていう、うん、吉武慎介さんが書いた本を持っていて、はい、そう、見える世界の人はどんな生活をしていて、見えない、人の生活はこんなだよっていうのを面白おかしく書いてる絵本があって、うん、そうそう、そういうのをね、読むと、やっぱ五感を使って、感じたりとか、すごいするんだろうなっていうのをね、感じていて、うんうん、もうなんかそういうつながりが持てるのもすごく嬉しいです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。いいね。今日ね、台風がね、来そうな感じですけれど、うん、まあね、今回少ないんじゃないですか、台風。ね、今年は全然沖縄に直撃はないですよね。うん、雨風が強いぐらいで、うん、あら、こんな感じみたいなね。去年に比べたら。うん、ほんと。去年はちょうど、4人目妊娠中で、すんごいでっかい台風が8月に来たじゃない、うん、あの時も出産間近みたいな。あ、そんな時に？そう。で、停電して、お家が南部なので、2日停電して、うん、もうなんか、どうしようみたいな。もう、もうとにかく暑いから、うん、雨も豪雨もすごい中で窓開けて、寝たみたいな感じで。そうだったんですよ。宜野湾はね、はい、なかなか停電しないんですけど、うん、南部は結構2日、丸2日とか
断水もしたし、もう大変だなっていうのを感じました。ね、結構ね、いろんな地域でもうそういう声があったので、うん、まさかそのうちの一人、ね。そう、そうでした。そう、だから、台風の時になんか生まれるとかね、よく聞くけど、ね、もう、なかった、なかった。ちょっと待っててね、って言って、うん、もう少し待ってよ、って言って。うん、そう。ちゃんと台風も去った後に来てくれました。よかったです。そうなんです。お、最近、高尾さん、最近屋上に貯水タンクのない家も増えてますからね。そうですね。宜野湾は転がってましたね。椅子の木通りで。貯水タンクがね、すんごいでっかいのが転がっててびっくりしました。私もあれ見ました。ね、すごい。うん。独動力と思って。で、カープボーイさん、去年のあの台風は自由の女神が倒れてる、なんかゲンチャリが電柱に引っかかったり、そうそう、あれも見ました。見ました？うん。あのインスタとかね、なんかいろいろね、ネットでも上がってて、本当にあのゲンチャリ上がったかな、そこまでみたいなね。うん。本当に高尾さんね、びっくりしましたね。だから今年はね、そんな全然被害があるほどの大きいのは、ね、うんうん、全然来てないので。そう。そうなんですよ。沖縄が貯水タンク転がってるんです。そうそう、沖縄がっていうかね、そう、インスタライブ見てらっしゃる方もいて、はい、そう、貯水タンクって言って、本当にあの、黄色いさ、うん、あの、本当になんかね、屋根の上にくっついてるようなやつが、すっ飛んできて、道に転がってたって感じ。やばかったですよね、はい、あれね。うん、私もあの、ここと、椅子の木通りと、うん、あと自分の家の近くでも見たんですよ。へぇー。だから、タンクってこんなに、転がるものなんですね、うんうん、まあね、なんか錆びついてたり、うんうん、ちょっとね、劣化したりとかの影響で雨風また受けて、うんうん、ズドーンってね、転がったりするかもしれないんですけど、ね、そう、沖縄ね、台風がとにかく、大きいの来たらやばいんですよ。そう、だけどみんなね、結構ね、慣れてるから、こんなもんかみたいなところもあったりして、うん、そう、なんか、あれだよね。台風だからといって、事前にめっちゃ買い込むお家もあれば、うん、台風になってから外に出ようってする人もいて、そう、ユニオンは絶対空いてるから、そう、ユニオンが閉まったらもう、デージでっかい台風だっていうのを、指標がね、わかるっていうか、ね、うん、あるんだけど、そう、なので、沖縄の人は台風がちょっと好きかなと、うん、思います。台風が好きかなっていうか、台風の時出たくなる人が多いと思います。ね、ちょっとなんか、正直でもちょっとワクワクする時もありますよね。そう。なんだろうね。いや、災害は大変なんだよ。すごい被害に遭われたりとか、やっぱそういう状況は大変なんだけれども、やっぱ子供たちとかはすごい楽しむから。なんか家で普段できない。できない。そうそうそう。うん。ろうそくに火をつけてね、ふふふふしながらまたつけててやったりとか、そういうのも楽しみに変えて、なんかまあ過ごすっていうのがね、あったりして。はい。高尾さん、はい、買い込むのはいいけど、買い占めは困るよね。うん、うん、確かに。もう本当にね、パンがなくなるとか、ありますもんね。カップラーメンね。ガラッとなくなる。うん、そうなんですよ。うん、そう。武蔵さん。あ、こんにちは。ありがとうございます。しほさん、ミキサーのまなみさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい。いいね。ラジオ収録、アント生放送、お疲れ様です。この番組は初見の武蔵と申します。よろしくお願いします。新番組おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。ね。いいですね。番組初回からたくさんコメントを。うん。本当にこんなに来ていただけると思わなかったので、ちょっと嬉しいです。ありがとうございます。はーい。カープボーイさん、子供の時は台風は楽しみだよね。停電して、ろうそくつけて、幽霊話して、そうめん食べて、20代にはこんなこと言ったらあれだけど、警察いないか運転していたからとか、カラオケボックスに飲みに行ったよね。20年以上前。ね、はい。あ、もう年齢が一緒ぐらいかな、カープボーイさんね。わかります、すごく。うん、ドンピシャな時代かもしれない。うん、確かに。うんうんうん、本当に。もう今じゃ考えられないみたいなね、うん、ことあったりしたけど、うん、台風なりの楽しみ方をね、探すのも、なんか沖縄県民のちょっと得意な部分かなって思うね。うん、ねうんうんうん。はい。武蔵さん、沖縄で台風好きなのは学生ぐらいだと思います。学校休みになるからね。うん、確かに。私も朝見てました。あの、なんていうんですか。テロップが出てるんですよ。で見て、うん、その学校が休みですって。はいはい。やったーみたいな。うんうんうん、確かに。
あるある。さあ、それのために早起きしてました、台風の日は。ねえ、うん。あれがね、出てるからいいけどね、停電したらわかんないからね、うん、もうラジオ聞くしかないので、本当ね、ラジオのありがたさをね、あの、痛感する時もあるなって感じます。右のワンさんもね、きっと誰かがラジオ発信してらしたりするんですよね。台風の時は、うん、暴風警報発令されたら、うん、普通の番組をお休みにして、うん、スタッフが24時間体制で台風情報を、うん、すごい言うんですよ。そうなんですね。素晴らしい。聞きました皆さん。ラジオ局の方は、24時間で対応してるんですよ。すごくないですか？皆さんに安全安心な、ね、情報をお届けするために素晴らしいな。ありがとうございます。ね、ちょっとシフトも変わって、うん、この夜のスタッフと昼のスタッフみたいな感じで代わり番号で、うん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 、だから、ね、台風の中でも出勤しないといけないんですけど。そうなんですね。去年のその時にちょうど私タンク見ました。出勤してくる時に、はい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 、こういう被害状況を見ながら出勤して、うん、戦争の話して、うん、なるほどね、うん、でも命の安全も自分もね守りながらの出勤して、うん、またねその情報をお伝えするっていうのも ね、うん、ね、あーすごい、うん、台風の時は、ね、それ以外にもちょっと面白い特番やったりもするので、うんうんうん、ちょっと停電したらねそういうのも聞きながら、あーそうなんですね、うんうんうん、いいですね、うん、そういう感じでラジオも楽しめるんだね、うん、うん、ね、本当ラジオ局の素晴らしい対応に感謝ですねってコメントもいただいてます。はい、はい、武蔵さん、収録はだいたい毎週月曜日のこの時間帯になるの。おお、うん、なるほど、なるべくね月曜日にしたいなと思ってます、うん、月曜日の放送なので、うん、そんな方がいいな、うん、カープボーイさん、若い時代はかな ?6 チャンネルで台風コンディションで出るやつを見ていた。はい。私も、台風コンディションを見ていました。はい。前の職場が、この、基地の関係のお仕事だったので、うん、このコンディションで、出勤かどうかって判断になるので、そう、暴風警報の発令、うんぬんじゃなかったんですよね。うん。うん、なんか、どっちも見てました。あ、タミーさん、ありがとうございます。はい、さーいって。あ、コインもありがとうございます。嬉しい。もう初めてね、こんなにラジオ始めたのに、こんなね、たくさんコメントもいただいて、幸せです。うん、ですね、ありがとうございます。もうあっという間に番組半分まで来たんですけど、あ、そうなの、自己紹介を、そうだね忘れていました。はい、はい、私は幸せ菌のしほちゃんでね、活動しています。大城志保と言います。普段はね、南城、宜野湾市出身です。うん、本当にこのすぐ近くに、住んでいて、昔はね、うん、で、南城市に嫁いで、今は南城市、うん、ハートの街、南城市から、はるばるやってまいりました。で、私はハートフルランドっていう名前のお店を、おうちサロンね、してるので、うん、まあ出張サロンって言った方がいいかな、うん。もういろんなことしていて、もう授業内容もさ、ね、名刺持ってきたんだけど、いろいろ忘れるから。名刺にもたくさん書いてますね。そう、いっぱいね、いろんなことをしていて、うん、そのいろんなことをしてる自分がまた好きでね、うん、自己紹介を1ヶ月ぐらいかけてちょっとやろうかなって思ってるので、うん、そう、ね、週4回、ね、10月は4回 ?10 月は、もしかしたら5回あるかもしれないですね。うん。ぐらいかけて、しほちゃんってこんな人だよっていうのを紹介したいなって思うんですけど、はい、まあ、今日はね、どんな人でっていうのをね、うん、紹介したいなと思うんですけど、まあ、子供はね、今、8歳、6歳、4歳、1歳、1.4 人います。そう、もうリズムみたいにの感じで覚えてるんですけど、ね、そう、2歳差の3人と3歳差の男の子、男、女。男の子さんに。男の子が多いんですね。そう、そうなんです。男子に囲まれている感じです。じゃあ余計大変じゃないですか？わんぱく？あ、わんぱくだよ。デイジー、もう、なんていうの、ザ・ジナンみたいな、うまくみたいな。な、よく言われるザ・ジナンな男の子もいるし、うん、そう、みんなね、いろいろ個性があって、でもそれなりになんか楽しんでるかな、という感じです。うん、なんか、しおがね、一人っ子なの。私が、そう、だし、なんだろうな、そういうのもあって、たくさん兄弟がいるっていうのも、うん、なんか、経験できなかったから、うん、ね、神様が、司法に与えてくれて、うん、そういう、たくさん兄弟がいる世界を、うんうん、作ってくれた。そうそうそう、だと思って、うん、そう、喧嘩見るのも、
初めてだったから、あ、こんなって喧嘩するんだみたいな、そう、そんな感じでびっくりしました。はい。兄弟喧嘩をじゃあそこで知ったみたいな。そうなんですよ。結構ね、あのやり合ったりとかもするから、うん、わーってなるんですけど、うん、それ見て泣いたりとか、うわー苦しいみたいなって思ったりもします。はい、カープボーイさんから、はい、南城市民だったら、うん、モーリーと同じだね。モーリー？うん。小刻みのモーリーさんです、ね。あ、はいはいはい。どんなですか最近の渋滞は。新しい先生。ああ、なるほどね。コストコさんね。あの、私の地域は、うん、渋滞にかからないところなので、全然大丈夫です。佐敷方面のね、方々がね、困ってらっしゃるっていうお話は聞きましたけれど、少しずつね、あの、収まって、熱もね、収まってきてるんじゃないかなって思って。私はまだ行ったことないです。うん。ちょっとね、なんか混んだりしたり、で余計になんていうの？行けた楽しみで、うん、あの、いっぱい買ってしまいそうだなとか思って、そう、行かないようにしてます。うん。で、ちょっと、もう少し落ち着いて。そうそうそう、2年ぐらいしてからでもいいかな、みたいな。そうそう。最近ね、テレビとかでも、あの、コストコ女優とか、うん、そういうね、なんか、放送されると行きたくなる、みたいなあるんですけど、はい、そんななんか今すぐじゃなくてもいいなって思ってます。うん、ちょっとじゃあ気持ちを落ち着けて。あ、そう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 。そうなんです。高穂さん、雇用を生み出す点はいいけど、地域のことを考えない本部はダメよね。ね。そうね。いろいろね、うん、あるみたいなんですけどね。でもね、私、あの、実は南城市民大学の15期生として、うん、今南城市民、南城市のことを知ろうっていう活動もしていて、そう、南城市のね、あの、市長に、このコストコの渋滞どうなんですかっていうお話も聞いたんですよ。うん。あった。実際ね、みんなからの意見としてあったんだけど、このコストコの周りに、この地域のことも考えて、緑豊かな場所作りとかも、今から建設なんか考えて、こう、今構想されているよっていうお話もあったので、ね、今はちょっとなんか大変な状況もあるかもしれんけど、またね、あの景色が変わったりとか、そういうのも今後出てくるんじゃないかなっていうのは感じています。うん、そうなんですよ。すごい、本当にいろんなことされてますね。うん、そうそうそう。南城市民大学っていうのがあるのも初めて知ったし。あるんです。無料のもので、南城市の人だけじゃなくて、他の市からも、はい、あの、市町村からもいいんですか？はいはいはい、応募してて、糸満市とか、まあ、南城市の人が多いですけど、そう、いろんな、あの、地域の方が南城市のことを知りたいとかって、学びたいって言って、来てらっしゃいます。うん、そういう活動もしてます。そう、なに、タミーさん、SNS で旦那さんを拝見いたしました。長男みたいな感じがしました。ありがとうございます。ザ・長男です。うん。でも、すごい優しい方で、はい。私は、楽しませてもらってます、毎日。すごいね、本当にあの、幸せ金っていうだけに。うん。あ、そう。幸せ金ね。幸せ金って何ですかってよく言われるんですけど、この幸せ金は目には見えないんだけれども、うん、あの SNS とかね、を通して、うん、あの感染するすごい強力な金なんですよ。そう、あのね、友達が、はい、あの、なんだろう。病院の方に働いていて、うん、ウイルスって、培養液にかけて、うん、ね、あの、ビーカーに入れて培養液かけて、顕微鏡を覗いたら見えるんですって言って、うん、そういう話してたら、コロナの話だったんだけど、うん、あ、幸せ菌ってさ、目に見えないんだよ。でも、見た人、聞いた人が幸せな気持ちになったり、うん、ほっこりしたり、赤ちゃんの動画見てニヤって、うん、ほら、顔がクシュって緩んだりさ、うん、動物のなんかおちょこちょい動画とか見て、うん、うわー、かわいいとかってなる瞬間って誰にしもあると思うんですよ。うん、ありますね。ね、美味しいの食べて、あ、これ最高に美味しいとか、いい音楽聴いてこの人の声好きとか、うん、そういう五感でもういろいろ感じるものが、うん、私は、幸せ菌って呼ぶものだなって思ってて、それをなんか自分がどう感じたかっていうのをね、うん、味わうっていうのをやってみてほしいなって、すごく思ってて。幸せに感じた瞬間を、うん、
味わう、自分でどんな気持ちなのかなみたいな、例えば今日のラジオを聞いて、うん、自分がどんな気持ちになったのかなとか、うん、誰かとね、まなみさんとこうやって喋って、うん、私なんか今日いい時間だったとかラッキーとかさ、うん、そういう風に俯瞰してみるみたいな、あ、俯瞰して、そう、はい、自分を何自分の方に矢印を向けてみるっていうのが、すごく私のこのセルフラブライフっていうね、ラジオ番組のタイトルにもあるんですけど、そう、自分のことを大切にして、周りも自然とその幸せ菌が伝染していくよってね、のを伝えたいなと思って。連鎖してね。そうそう、連鎖してみんな幸せ菌の拡散注意報みたいな。そう、台風みたいに出してるって感じ。いい菌だからもうね、広がれば広がる。そうなんですよ。広がれば広がるほどいい菌がね、みんなに届くっていう。そう、いいんですよ。はい。ということで、もうあっという間に残り3分も経ってしまいました。もうコメントもね、たくさんいただいて、ね、チャーリーレストランが潰れるみたいとかね、ありがとうございます。ほんと。すごいですね。うん。皆さん南城市のこともよくよくご存知でありがとうございます、教えてくれて、うん、オープニングとこのエンディングに選んだね、トップオブザワールドカーペンターズさんの曲なんですけど、なんか有頂天とかね、なんか世界の頂点とかそういう意味もあるんですけど、地に足がついていない感じっていうのもね、うん、すごくあって、はい、私はなんか私にぴったりだなとか思ってこの曲を選びました。幸せ一株、あ、もうもらってます、タミさん、ありがとうございます。でもすでにもう拡散されてます、皆さんのところに行き届いてる、うん、行き届いています、伝染しております、ありがとう。で、インスタライブをご覧の方もありがとうございます。ね、本当に短いようで長いような、うん、ね、そんなあっという間の30分ですけど、はい、10月からはい、毎週月曜日の7時からね、幸せ菌ちゃんのセルフラブライフのラジオをね、お届けしたいと思いますので、ぜひ皆さんね、サイマル放送もできますので、ね、またメッセージね、募集しております。そして、YouTube も、はい、ね、ありますし、うん、こうやって収録の間のツイキャスとかもできるので、ぜひぜひコメントメッセージお待ちしています。そしてスポンサー様も大募集しています、はい、幸せ菌ちゃんを応援したいという方、ぜひぜひぜひ、ここにテロップが出るの分からんけど、お願いします。はい、そして私沖縄わらあちっていうこのね、うん、裸足の感覚を体で感じようっていうね、履物を履いているんですけど、そこのアンバサダーもしてるので、もしよかったら沖縄わらあちもね、検索して大地とつながって、心も体も解放しませんかっていう、そんなサンダルを履いているので、そういうのも楽しみになんかしてもらえたらなって思っています。ねえ、はい。20秒。になりました。はい、じゃあ皆さん今日もセルフラブね、自分を大切にして素敵な月曜日をお過ごしください。もう素敵な一日になっています。 Have a great day! バイバイ、ありがとう。 OK です。はい、ありがとうございます。ツイキャスの皆さんもありがとうございます。またね。はい、月曜日の夜7時、夜じゃなくて朝ね、朝よ、朝です、朝、うん、武蔵さん朝です。基本は生放送で。あ、のんのんのん。基本収録。ね。そうそうそう、はい。なので、ね、インスタライブで生放送してるみたいな、うんうん、そんな感じです。ツイキャスで配信しながら収録撮ってるって感じですね。はい。はい。また楽しみにしててね。バイバイ。ありがとうございます。